どうした？真後ろに何か嫌がった。なんだって？おい、あの扉開いたな。ナオミ、その後サチの視界は見えないか？うん、何も。わかった。ここでは何が起こってもおかしくない。俺の後ろに隠れてろ。うん、サトシ、気をつけて。あ、なんだろう。ヨシキたちは外を見張っててくれ。おいおい、お前一人で行く気かよ。みんなで行って危険な目に遭うよりはマシだろ。それまあそうだけど、なら俺が。いや、俺が先に行って様子を見てくる。ああ。サトシ君、何かあったらすぐに戻ってくるんだよ。はい。じゃあ行きます。ここも匂いがすごいな。鎖とか、なんだか牢屋みたいな場所だな。サトシ君！ユカ、俺だ。しっかりしろ。おい、どうした？サトシ君、ユカちゃんいたの？どうしたんだ？怖い目にあったのか？返事をしろ、ユカ。ユカ、ユカちゃん！とにかく外へ連れ出そう、サトシ君。はい。ユカ、さあ、俺の背中に。サトシ、しゃがんでろ。背負えるか？ユカ、しっかりしろ。おかしいな。ここに入ってきた入り口はこっちで合ってるよな。うん、そうだと思うけど。どう見てもこれ壁だよな。見て、あれ。嘘！この格子動いてるわ。いけない、このままだと閉じ込められるわ。みんな逃げて。おいおいおい、なんだよそれ。行くぞ。
おかしいな。どう？どうしたかな？いけない！おい！なんだよ、さ。ここで足を止めたら閉じ込められるってこと？閉じ込められるどころかぺしゃんこに潰されるわね。とにかく出口を探しましょう。あっちに光が見える。行こう。とりあえずこの部屋に入ろう。閉じ込められたの？ええ、でもあのままいたらみんな潰されていたもの。仕方がないわ。まさかこのまま壁が迫ってきてとかねえよな。なんだろう、これ。サトシ、今のとこ、照らしてくれ。え？少し戻って。そこだ！横穴があんだろ？あそこから出るしかなさそうだな。でも、どうやってあんな高いところに？背伸びしても届かないよ。大丈夫か？何か見えてきた。何これ？本当か？何が見える？背中。サトシの背中。なんだって、サトシ！重い。何者なんだ、君は。バニシングツインね。不
双子として生まれるはずが、片方の子が死んでしまってもう片方の子に臓器が吸収されることがある。お母さんのお腹の中で幸子に加えて消滅したけど、私の体は歯だけ残ってた。妹の心臓の横に残っていたの。なのに手術で取り出された。ひどいでしょう。あの子だけ無事に生まれてずるいって思ってたわ。私だって外の世界に行きたい。そのままじゃいけないから、私が消える人間を探したけど、みんなすぐ死んじゃうからなかなか出られなかった。でもこの子すごい。サチが入っても壊れない。やめろユカ。違う、これは離せユカ。離れねえ、すげえ力だ。お願い、やめて、サチ。消えた、そんな。Oh.
ユカ。そう。頑張れユカ。手を剥がせ。もユカも無事だ。よかった。
ユカ！ダメ！岸沼君、ユカちゃんの体を押さえて！わかった！落ち着け、落ち着け。くそ、何なんだよあいつは。ナミ、ナミ、お前その目。いいの、サトシが助かるなら。それにこんな気持ち悪い目なんていらないもの。見せてみて。運がいいわ、角膜に傷はついてない。白目が切れただけだから失明しないで済むかも。目を押さえていなさい。おい見ろ、出口が降りてきてるぞ。ナオミ、無茶しやがって。ユカは俺が背負ってく。サトシ、お前は中島に肩貸してやれ。なあナオミ、辛いだろうけど行けるか。うん、大丈夫。何も悪くないこの子たちがどうしてここまで傷つかなきゃいけないの。おい、あいつ立ってるぞ。どうすればいいんだ。サチ、これを見なさい。なんだあれ。篠崎が持ってたサチの肌。先生、やっぱすごい。先生！サチ、あなたは生まれない。この世に生まれることはないの。かわいそうだけど、それが運命よ。お母さんのお腹の中に戻りなさい。
生まれ変わって。またおいで。先生。どうなったの？幸を私の体内に閉じ込めたわ。母親と勘違いして入ったみたい。さあ、行きましょう。篠崎さんと愛ちゃんの元へ戻らなきゃ。